一の会アワーイエーイ。さあ始まりました。一の会アワーズ。お久しぶりです。お久しぶりでございます。あ、一もいる。あ、いっちゃう。今回はね、ダイレクトに行きますよ。とっとと。はい、行きましょう。語り語りの宣伝でございます。はい、来ました。皆さんぜひ見に来てください。この季節がやってきました。今回ね、ちょっと宣伝スタートするのがいろいろスケジュールの関係で、ね、すみません、遅くなりまして、おせおせです。10月の7日から10日、はい、ちょっと変則的ですね。土曜日、日曜日、月曜日、そして火曜日と。はい、で火曜日が楽。というふうになっております。火曜日楽なんだ。ええ、すごいね。さてこの語り語りももう10年以上やっております。すごいですね。そんなに経つんですか。あのね、皆さん時間がね、13時半とか18時半とかありますから、間違いないように気をつけくださいね。ぜひあの、はい、いらっしゃる皆様方すみません、本当にすごい。43回目。いや、これね、それはトータルの、あ、トータルというか、うん、劇団の公演自体がね。あ、そうなんですか。そうなんですね。そう、今喋っているのは新人です、すいません。お名前どうですか。はい、玉木じゃん、みほりんです。イエーイ。今日はこれ音声だけなのでね、うん、皆さん、あ、そうかそうか、説明しないといけない。あ、そうかそうか。続いて、はい、はい、そして、はい、戸田恵梨香でーす。イエーイ。誰だよ。誰だよ。戸田恵梨香。どうも。誰だよ。戸田恵梨香じゃなくて。そういうこと言う。そういうこと言っちゃうんで。じゃあ。泉川芽衣でーす。はい。はい、次は。誰にする。田原俊彦でーす。お前ら昭和か。どうしようね、最近頑張ってらっしゃいますけど。なんで似てるって言われたことあんの。僕ね、あの例えで80年代のアイドルっぽいねって言われたことあるんですよ。わかる。確かに。なんかほら、かっこいい人、かっこいい人、ちょっと不細工な人みたいな。ちょっと不細工な感じのところに、ね、ブタルとはなんだ、ブタルとは。なおちんを捕まえて。よっちゃんみたいなね。そして、今写真係は、はい、せつこです。イエーイ。撮ってあげる、カメラがない。後でいっぱい撮ろう。さあ、そして今回、ね、うちの会話初登場は、はい、はい、見習いのエリーです。イエーイ。私のエリー。どんな顔なのか写真でぜひね、見ていただきたいです。ぜひぜひ。誰かに似てるって言われる。誰かに、うん、よくいる人って言われます。あるよね、どっか、ちょっと見たことあるとか、近所にいるとか。特徴を持て、特徴を。そうなんか、ね、はい、そんな感じです。はい、特徴を持て。特徴。いや、でも親しみやすいんじゃないですか。あ、そう、これでもいるってこと。出ました、なおごろくいただきました。いや、素晴らしい。お二人のお姉さん的な感じでね。はい、ね、もうぜひ、あの、ね、うちの戦力としてね、はい、本当に頑張ってほしいと思います。そう、はい、今回はゲンちゃんとマドリンがお休みということなんですけれども、ね、ひらくんね、頑張ってますよ。今走ってこっち向かってますけれどもね、はい、そうだ。そして、はい、そして、劇団員のイチでーす。イエーイ。もう毛だらけ。はい、もう今寒毛期大変でございます。今触っちゃダメよ、これみんな毛が。すごい待っている。多分ワンちゃん飼ってる方はね、分かったと思いますけどね。そして、はい、座長の坂口浩一です。おっ、はい、します、よくトム・クルーズに似てるって言われます、うん、じゃあいよいよ本題の方に。そして、そして私、財前直美です。まともにやれ。清水美沙です。いやいやいろいろ言われてるから。いやいや、ジサスティックマイヤーです。いやいや、外人だ。いろいろ言われてる。もう外人だ。戸脇幸男です。もういいよ。もういい。いっぱい出る、いっぱい出る。さあ、今回のこの語り語りですけれども、はい、見どころはどこですか。見どころね、坂口がまたやっちゃいますよ。いやいや、いますよ。今日みんな、あの、今日稽古やったんですよ、実は。そうね、さっきね、皆さん、はい、初めてだよね。スタジオ初の稽古だから、今日は東山さきさん演出で、ね、みんなあくびして見てたじゃないかよ。そんなことないですよ。真剣にやってんのよ、稽古玉さん。僕ちゃんと夢の中で見てた。見てたじゃねえか。いや、もう多分こうだろうな。まだ矢島先生のは聞いてないので、楽しみですね。今回ね、矢島正明さんは文字化を読まれるんですが、この文字化っていうのは中島敦で、
これ何年前だろうね、坂口前のワンズスタジオの時にやってるんだよね。あ、そうだね、だから10年近く前じゃない、10年以上になるんじゃない、あの結構セットを、調査に組んでもらって、そうだね、すごい結構凝ったね、セットでやったんですけれども、ね、やりましたね、でもね、先生の文字が俺別のところで聞いたことあるんだけど、そう私もね、すごかった、俺あんな風に読むんだと、あれなんで言う、もうちょっと言ってくれればいいのにと思った先生の先に見てたら多分できなかったよね、あそうだね、うん、あそうだ ね, ね、確かにそういうのはあるよね、もう本当にね、この先生の語りを皆さん見に来ていただきたい、いや本当に、あの実は、ね、矢島正明さんってね、やっぱ若い世代の、ね、方が名前を言って、どんな作品出てらっしゃいましたっけってこう覚え出してって、みんな一番分かりやすいのがね、やっぱりファイト一発とかって言ってますけれども、そうそうそう、 CM で行くならばね、あの違いの分かるコーヒーの、マジで、そうそう、ダバダダバダダバダさ、あそうか、ダバダですか、ちょっと遡るとさ、ケンとメリーのスカイラインよ、いやごめん全然わかんない今ほらスカイラインってね、車のやつ、あそうそうそう、昔ほとんど車先生やってたもんね、そう先生ともう一人ぐらいしかいない、そう CM なんだ、だから多分 CM 履歴とかで矢島正明さんの名前で検索したら多分信じられないぐらい出てくると思います、ウィキとかも見るともうすごい、ね、なんか凄まじい、あと宮崎駿のねやっぱり作品とかのねナレーション、ジブリの作品とかも、タイムショークもやってたの、そうそう、出題、出題ね、今何問目っていう、今何問目大好きふざけんなこの質問なんだこれ衝撃的な、そういうね、あの声が生でここで聞けるっていう、素敵ですよね、なかなかね、もうほら お年もね召されてきてるから、本当にね早いうちにぜひ皆さんにね聞いていただきたいなと思ってますよ、本当にね、私たちが考えるやっぱり1年の時の流れと体調のこう管理と、やっぱり全然80代になってくられると違うじゃないですか、ね、でそれがやっぱりここのスタジオでマイクなしで、声を届けるっていうのが、ぜひ ね, ね、年齢問わず、昔の方は今言ったような懐かしい感覚で聞いてもらうのもいいし、ね、若い方、特にやっぱ表現を何か目指そうっていう方は、もう若い人にぜひ聞いてもらいたいよ、ね、絶対なんか聞いたっていうことが宝物になりますよね、本当、そう、本当そう、本当そう、ね、いやそういう思いもあってですね、ぜひ矢島正明さんの、文字化を聞いていただきたいと思うんですが、まあ、どういうね、力強いのか、ねうん、いやもう、俺なんとなく分かるけどね、どういう風にねいやびっくりしますよ、なっていくのかが、ぜひあこんな風に読むのみたいな、へ聞いていただきたいですね、もう稽古場にいらっしゃるだけでこう命かけてるからね、先生ね、本当にだからね、ぜひこれ今日初めてエリちゃん聞いてどうでしたか、結構あのダメ出しをされてる矢島正明さんの声はネタバレしない程度にそうですね、あのなんかあの温かいなんか素敵な羽毛布団のような声でちょっとボワッよろしくお願い、似てないやばいごめんごめん、エリもう一回やって、もう一回やって、もう一回やって、よろしく、なんてよろしく全然誰だよ誰だよ表現できないんですけど、でも素敵な思いは当たり前で女性だからね、そうなんですよ、でもこうね羽毛布団に包まれて、なお言えないでしょこんな表現、言えないけどその通りですね、ね、本当そうだと思う、なおなんか羽毛布団にくるまったら寝ちゃうよ、ね、本当だよね、まあ、あの坂口のはあの今回、またまた語り語りのね騙してる方なの で、ね、一人芝居で、パワーアップしますよ、ね、おかしい、自分で言っちゃったパワーアップ誰も言ってくんないいろんなところでねパワーアップしますよ、ね、いろんなところもアップアップできますよパワーがどっか行っちゃったお互いの作品をさもうずっとやってるじゃん坂口は、うん、大好きなの、ね、でも今回の作品は、あのもちろん根っこにはさ太宰のこう苦しさとかさこうやっぱりなんていうの心の苦しみみたいなものいっぱいあるけれども、作風としては明るいよね、いやこれ多分ね、俺ちょっとごめんまだちゃんと調べてなかったんだけど、これ多分ねあの立ち直りかけてる時の作品だから、ね、あのそういう作品の分け方になると思う、そう私のこの皮膚と心もそうなの、いや皮膚と心面白いよね、面白いっていうか俺あれ笑える作品だと思わなかった、今日ニナさんの見て
あ、これ言わない方がいい。お客さんどこが笑えるんだろうって。それぞれだから、かなりは。ね、なんでニーナさん、太宰作品選んだんですか、今回。いや、なんかふと思って選んじゃったんだよね。選んじゃって今後悔してて、後悔してて、悔しいから、うん、でもね、本当、本当に後悔させないように頑張ってますから、ね、ぜひ皆さん見に来ていただきたいなと思っております。はい、前売り2,800円、当日は3,000円ですから、ぜひご予約をお願いいたします。そしてシニア、2,500円、学生2,000円となっておりますが、はい、シニアは何歳からとよく聞かれますけれども、うん、自己申請です。70でもわしゃ2,800円払うんじゃという方はありがたく頂戴いたします。はい、あと時間も皆さん間違えないようにしてくださいね。ちょっとややこしい時間帯で申し訳ございません。はい、ということで、はい、またまたSNS の方でも、はい、宣伝させていただいておりますけれども、はい、うちは電話もファックスも受け付けておりますので、劇団一の会、うん、ぜひ語り語り、矢島雅昭さんの声を聞くだけで、はい、この金額元は取れま す, ますよ。ぜひ来ていただければと思います。ということで皆さん、さよなら。さよなら。